どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さいウクレレでいろいろな曲に挑戦してみましょう。今回は、今話題の曲、あいみょんの春の日。こちらの曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。この曲はですね、映画の主題歌ですよ。クレヨンしんちゃん、新婚旅行、ハリケーン、失われたヒロシ。こちらの主題歌になっているということで、やります。ガズレレではやります。いつものように2バージョンでございます。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョンです。後半はちょっとここにリズム、こうノリを追加したかっこいいバージョン、疾走感満載でやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあ音楽聴くの最高じゃないですか。CD 聴いたり、あとカラオケで歌ったりするのもいいと思うんですけど、楽器を弾きながら一緒に歌う、この弾き語りっていうのがですね、もう本当に楽しいんでございましてですね。でも憧れるけど難しいと思うじゃないですか。皆さん、ちょっと待ってください。ウクレレだったらできます。ウクレレ弦が4本しかないんで、まあ簡単です。で、簡単なんですけど、奥もすごく深いですよ。はい。なので、本当にこれ、いいパートナーになると思いますよ。で、あと、ちっちゃいから、どこで持ち運べて、いつでもこう、触ってられるっていうのが、こう、ね、上達の秘訣なんですけれども。はい。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ながらウクレレ触ってる時で、どんどん音楽が楽しくウクレレでできるようになりますんで、ぜひ気楽に始めてください。YouTube ですから、こちらはね。いつでもどこでもスマホでも見られるし、ご家庭によってはテレビにもお映しで見る。で、それを見ながらどんどんできるわけで、しかもこれ無料ですから、ね、YouTube は、お願いいたします。ぜひ始めてください。じゃあもうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ私今できてるじゃないってなりますからね。リンクあります。いってらっしゃい。初心者レッスンクリック。いってらっしゃい。そこには私が今まで取りためた700曲ぐらいの世の中の全ての曲、まあ、全てとはいかないですけど、ありとあらゆる方向性の音楽をですね、このウクレレで超シンプル簡単バージョンでレッスンしております。アニメソング、最新 J-POP、夏メロ演歌、洋楽いっぱいあります。ハワイアンもやってます。ありとあらゆる音楽。それね、もう700曲ありますね。皆さんの好きな曲もあると思います。さっきのリンク先の下の方に行くと、検索できたり、ジャンルボックスがあったりして探せますんで、ぜひお気に入りの一曲探してください。本日は、春の日、あいみょんさんですよ。はい。まずはじゃあ、シンプル簡単バージョンの方から、やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。こちらを覗いてるかな。君の強さと僕の弱さを分け合えばどんなすごいことが起きるかな。ほらもうこんなにも幸せ。いつかは一人、いつかは二人、大切を増やしてゆこう。焦らないでいい。いつか花束になっておくれよ。僕らは何も見えない未来を誓い合った。
どんな未来かこちらを覗いてるかな。君の強さと僕の弱さを分け合えばどんなすごいことが起きるかな。ほらもうこんなにも幸せ、いつかは一人、いつかは二人、いやもっともっと大切を増やしていこう。せーの、じゃじゃん。はい、春の日、あいみょん。ガゼレレ流シンプル簡単バージョン、ショートカットガゼレレオリジナルアレンジでやってみました。今の構成は1番をサビまでやって、後半のところのところに戻ってもエンディングといってショートカットですけど、2番やりたい方、コード進行一緒ですので、歌詞とコード書き足してご自分の歌本を作ってください。動画のテロップと一緒に合わせるのもちろんバッチグーなんですけど、その次はノートに書いて、これを見ながら自分だけで歌ってみるのがいいと思います。一応その時のために私のノートを見ていただこうと思うんですけど、これイントロですね、イントロ。はい。今日はですね、この、結構まあ長丁場ということで、いつものこのワンブロックがちっちゃいんでね、ここで、ここの一マスで4回カウントですからね。1、2、3、4。なんで言葉がもうめちゃ詰まってます。で、これあいみょん、ご存知の方、まあ、ご存知ない方もそうだと思うんですけど、聞いたらね、わかるんですけどね、歌のね、この言葉の乗せ方とメロディーが、やっぱこう一筋縄ではいかないので、覚え込むのが、すごい大事になります。言葉のタイミングとメロディーと、はい、この辺のね、これ私がいつも言ってるんですけど、点とか、このわかんないとか、わかりにくいとか、こう、ぐにゃぐにゃで、これメロディーラインを表記しておりますけど、参考になればこういうのやってみてください。これは、この辺はもしかしたら動画内のテロップを一時停止して書いてもらった方が早いかもしれないです。一応ね、見せておきましょう。はい。で、ここにこの矢印マークとか書いて、これ後で、ね、解説しますんでね。はい。こんな感じ。ここからここ B メロみたいな感じ。ここサビですね。ちょっと G 細かいね。はい。ここにこう、下に囲ってあるやつは、これからやるかっこいいバージョンでね、解説しますけど、こう、いろいろ指令が書いてありますね。ひとまずここをメモっといてください。で、今の構成で、またここ B メロ繰り、サビの後 B メロやって、もう一回サビに戻るんですけど、この星のところからここのラストのところになります。ちょっと解説すると、ずーっとここまで演奏してきました。この、ちょっとおとなしくなるところにあって、もう一回サビに戻ったんですね。サビをこうやってやって、ここまで来て、この、星のとこになったら、ここのエンディングのラストのところにあって終わったというのが今のガズレレオリジナルバージョンです。ちょっとテロップと確認しながらやってみてください。そして出てくるコードを解説します。出てくるコードは、今のバージョンでコード7つですね。C と Am、F、Dm、G7、Em7、C7 ですね。この7個のコードでできちゃう。できちゃったという表現もちょっとあれなんですけど、7個のコードでできるんですよ。で、7個もコードがあるのかと思わないでください。この7個のコード、こちらです。ガズレレ必須コード、必須。必ず覚えておいた方がいいよという8個のコードのグループを、ガズレレ必須ごとと呼んでおります。コードっていうのはですね、星の数ほどあって、全部覚えようなんてことはとてもまあ無理なんです。本当にすごくいっぱいあるんで。で、まず音楽の基本をね、ウクレレで学ぼうかなっていう時に、ウクレレにとってものすごく便利なコードのグループが8個あります。しかも簡単です。この8個を覚えちゃうと、ほぼ、今ご覧になっているガゼレレ YouTube の動画はね、8割9割一緒にできるというぐらいのものすごい価値ある8個のコードのグループで、それをね、頭にスッと入るように私が解説している動画で覚えてください。以前私が撮ってます。ここにリンクあります。ここで8個のコードはもうしっかりマスターしてください。8個もあるのかと思わないでくださいね。指一本のコードもいっぱいあるんで覚え方次第なんですよ。その覚え方が面白いです。はい。自分で言っちゃいますけど。はい。さっきのところでね、コードの中覚えておいてください。その中の今日出てきた7個ということですから。8個覚えちゃったら自動的に覚えられますと。はい。やったー。はい。じゃあ、こっからですね、かっこいいバージョンの解説に入っていきたいと思います。かっこいいバージョンはまずリズムの解説からいきます。リズムはここに書いてありますね。8ビートのタッチャというリズムで、やってみようと思います。ちょっと16ビートの要素もあるんですけど、ちょっとガチャガチャするかなという感じで、やっぱりこのウクレレで、この曲に合った雰囲気でやるのはこれがいいかなと。ちょっとやってみましょうか。北千住駅のプラットホーム銀色の街、こんな感じで、ダンチャッカスタチャッカ、ダンチャッカス
基本に、やってみようと思います。あいみょんさんの、音源を聞くと16ビットの要素も入ってるんですよ。ピーターゼンジュエキロ、これでももちろんかっこいいんですけど、なんかね8ビットの方がちょっと落ち着いてる感じが出るかなと思いました。あと B メロのね、僕らは何も、この辺のところが8ビットの方が雰囲気がいいなということで8ビットをやる。もちろん16ビットと8ビットミックスして、演奏してる、そのご自分のオリジナルアレンジももう全然推奨ですけど、今回のかっこいいバージョンのガズレレのデモ演奏は8ビットのチャということでやってみようと思います。この8ビットのチャなんですけど、この弾き方の解説以前私がしております。ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画を探してもらって動画でお勉強してみてください。8ビートのチャのチャなんですけど、チャ、これ打楽器的に使う技なんですけど、これ8ビートとチャがない、ただの8ビートっていうのなんですよ。こういうビートですね。チャを入れるとちょっと違うんですよね。で、まずね、ストローク全然やったことない方は、まずは、ただの8ビートを完全マスターしてください。その後にチャが出て、この流れでやってみましょう。よろしくお願いします。じゃあね、この曲ちょっといろいろ、細かいね、記名みたいなところがあるんで見ていきましょう。テロップ、これからやるか、後半やるかっこいいバージョンはテロップの中にも示しておきますけど、ここ見てください。ダッダーとかね、書いてあるんですよ。これ、B メロの最後のところで、ここもそうなんですけど、ここにも、こう、ダッダッダッダって決めが書いてあるんです。ここだけ、ここはちょっと、デモ演奏してみようかな。ワン、ツー、ス、飽きるまで過ごしてみるからね。最低限の愛を伝えながら。わかった？伝えながら。G7 で、じゃん、ダン、ダン、ダン。どんなーってのが入ってきます。ダン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 。テロップに書いてきますから。はい。こういう決めをね、ちょこちょここう、逃さずに。あと、その辺で行くともう一箇所、あります。ちょっと一回おとなしくなるところ、途中のまた B メロのところの、この最後の心なんですけど、ここもちょっと書いてありますね。ここちょっと、ここもデモ演奏しとこうかな。焦らないでいい。いつか花束になっておくれよ。僕らは何も。この後ですね。見えない未来を誓い合った。つたただだ、ああ。わかった。最初、見えない未来のところの F と G7 のところは、だ、だ、だだ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 、こんな感じ。だだ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 、どんなって入っていきます。この辺はなんかテロップで表現します。やってみてください。あと今回ね、ここにも書いてあるんですけど、これです。これ矢印マークのシンコペーション、このマークご注目ください。どこで出てくるかというと、ちょこちょこ出てくるんですけど、代表で分かりやすいとここにしましょう。 B メロの、B メロっていうか、このちょっと雰囲気が変わるところ、僕らは何も見えない未来を誓い、ここのところの F と G7 の間にこの矢印が書いてある。このテロップですね、このテロップ。はい。この矢印は、シンコペーションとってリズムが前にドンと食い込んでくるやつです。F と G7 ってこう書いてあります。真ん中に矢印が書いてあります。普通だったら、じゃん、じゃか、じゃん、じゃか、じゃんってなると思うんですけど、矢印が入るときはアップで、ちょっと前に食い込んでくるから G7 が前に食い込んできます。じゃん、じゃ、じゃん、じゃ、じゃか、じゃん、じゃ、じゃん。わかった？じゃん、じゃ、アップで。これがシンコペーションです。あと、サビの中でも C でシンコペーションとかあるんで、そこら辺マークを見逃さないでください。矢印、シンコペーションマーク、これご注目ください。はい、そんなことを踏まえながら、やっぱ歌は感情表現ですからね、歌詞の内容を噛み砕いて、そのエモーショナルに気持ちをどれだけこう音楽に入れるかっていうところでやってみようと。それが弾き語りの醍醐味でございます。はい、じゃあ、春の日、あいみょん、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみーる。ワン、ツー、なっておくれ。
制限の愛を伝えながらどんな未来かこちらを覗いてるから、君の強さと僕の弱さを分け合えばどんなすごいことが起きるから、ほらもうこんなにも幸せ、いつかは一人いつかは二人、大切を増やしてゆこう、焦らないでいい、いつか花束になっておくれよ、僕らは何も見えない未来を誓い合った、どんな未来がこちらを覗いてるから、君の強さと僕の弱さを分け合えばどんなすごいことが起きるから、ほらもうこんなにも幸せ、いつかは一人いつかは二人、いやもっともっと大切を増やしてゆこう、せーの、じゃじゃん、春の日、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱり8ビートでもちょっと軽やかにこうリズムにこうね活気が出るというか、こう疾走感がね加わるとまた、曲の表情がガラッと変わります。で、何回も言ってるんです。歌の乗せ方とメロディーがなかなかこう、あいみょん節ですね。これがやっぱりね、簡単ではないですけど、やっぱ聞き込んでね、自分の中でこう歌えるようになって、このリズムと合致した時にもうすぐこう、なんか、よっしゃみたいな感じで、なると思いますんで、はい、皆さん、歌い込んでいきましょう。よろしくお願いします。あ、音楽はいいですね。ウクレレやって楽しいなと思った方は、いろんな方に教えてあげてください。音楽楽しい。それをシェアするのがね、またさらに楽しいですから。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ガズレレいろんな情報あります。この後ちょっとご紹介しますんでご覧になってください。今日はどうもありがとうございました。じゃあご案内どうぞ。はい、そういうわけでじゃあガズレレホームページドーンご覧になってください。ガズレレ .com でございます。ガズレレホームページにはいろいろ情報があるんですけど、ひとまずさらっと お伝えしますと、イベント情報あります。はい、こちらです。ドーン、6月16日、沖縄那覇。6月30日は長野県長野市。7月は奈良に行きます。はい。この時はですね、もういろいろ私の話、いい話聞いたり、皆さんの質問に答えたり、みんなでわーってやって、テーマを設けて何かに向かってみんなでやったりって、もう本当にね、盛りだくさんなイベントになっておりますので、もうお一人様でも大歓迎ですから、ぜひ来てください。6月16日の沖縄那覇、前日は、純駆動書店さんで、トークショー&サイン会ありますので、もしご予定あったら、6月15、16、イレンちゃんでディープに行きましょう。沖縄那覇よろしくお願いします。はい。で、あと東京都内ではこちらがあります。どうも、千人ガズレレアット代々木公園。アースガーデンというエコロジーのイベントの、に参加させて、毎年、今年3回目になるんですけど、もうちょっとね、いろんなテーマを決めてみんなで1000人ぐらいで歌おうぜっていうので、もうちょっとしたらここの YouTube で公開しますんで、とにかく日付だけ開けておいてください。7月6日の土曜日、真っ昼間でございます。準備しといてくださいよ。今、この YouTube でお題をね、出しますんでね、よろしくお願いします。あと、本とかいろいろ出してます。グッズもいろいろ出してますんで、最新情報はガズレレ .com、ここにリンク貼っておきますね。これ、ホームページチェックしてください。そのリンク先にはですね、ガズのブログも書いておりますんで、いいブログ書いてますから、はい。で、あの、リットミュージックのあの、100曲入りの歌本も、今予約開始、5月30日はそうです。皆さん、盛りだくさんで音楽を楽しみましょう。やっぱりね、音楽聴くよりやろうが楽しい。よろしくお願いいたします。ガズレレでした。さよならー。